合同火力演習なんてめんどくさい。時間がない。でもやっぱり効率的に素材を集めたい。そんなあなたのための合業演習4オートクリアのやり方を紹介したいと思います。今回は育成されたりていればいろんな生徒を使えますので、説明しながら紹介したいと思います。最初の編成は剣メインです。自分の剣を持ってればスケットを含めて2回使うのが一番楽かと思います。優香は敵を1箇所に集める役です。タンクなら誰でもいいです。剣が固有さんならタンク、コスト回復スペシャル、剣だけでクリアできますが、剣の育成が足りてない場合、シュン、温泉地夏、予備のアタッカーなどを加えましょう。2番目の編成はショットガンタンクメイン。育成次第ではミネ、ハルカ、通常星野でも大丈夫ですが、今回は星3でもクリアできたレイサーを使っています。ショットガンタンク以外はコスト回復スペシャル役、水着星野もしくはキャンプ晴れ、回復役、アタッカー2人です。アタッカーは攻撃型臨戦星のかすみれ、桃井、イオリ、あるいはミカ、マキなど、貫通アタッカーかショットガンアタッカーを編成してください。回復薬はあえて4コストの花絵を使ってますが、2コストのセリナや水着薬庫の方が断然いいです。耐久力が足りていれば回復薬を編成しない手もありますが、安定を重視するならおすすめしません。3番目のメインはチリノとマリナです。2人揃った時のコスト回復力がなくてはクリアは難しいです。別のタンクを試してみましたが、固有さんのイオリを編成しても無理でした。チェリノとマリナは無理であれば、残ってる生徒でショットガンタンクパーティーに寄り添った編成することをおすすめします。育成が足りてなければフェーズ3で妥協するのもありです。ご視聴ありがとうございました。